ってなきゃあれどう、絵にしたもあるし、絵にした毎日毎日にします、毎日やってみないと。おはようございます。おはようございます。松葉杖の小野さんです。はい。足の右足のふくらはぎの肉離れで、うん、今ちょっと松葉杖ついております。はい、治るのにね、あと2週間くらいかかるかな。でお祭りの時足痛い。松葉杖じゃ仕事にならないんで、それまでに治します。ただあんまりいっぱいは動けないと思うので、ね、もうタイガー君頼りですね。はい、頼みですね。お願いします。お願いします。はい。今日はちょっと遅れたんですけど、去年刺したモミジの鉢上げ。刺し木の鉢上げ。そう、はい。去年刺したやつですね。これ、はい、去年の6月の梅雨時に。去年梅雨なかったんでね、月悪いんですよね。うん、いつもねもっといっぱいつくんですけど、うん、ちょっと少ない。あかねというモミジですね。これをどうやって豆盆栽に持っていくかという、はい、そういう話ですね。これはまずこちらのもう極小ポットに、これはとりあえずは今年は鉢上げするんです、はい、まあ根が大きければ一つ上のこっちですね、硬いポットですね、はい、でそうやって去年の春にちょうど1年前に鉢上げしたのがこちらの茜です、はい、こんな感じですね。去年も鉢上げしてる。そうです。だから刺したのは一昨年の、うん、梅雨時。そうそう。それでこれがその前の年だから1年違いですね。これちょっと大きくしてみたかったんでこんな感じになって、土鉢にねこれから1年経ってこっちに入れたやつですね。あかねはあの目出しがちょうどこのオレンジで ね、 かわいい。でちょっと色あせても緑にはなりません。紅葉の時期はどうなるんですか。紅葉の時期は真っ赤です。真っ赤かな。はい、かわいいですよ。かわいい。葉っぱもね、親はもうちょっと大きいですけど、挿し木で詰めていくと小さいですよね。これ剥がりしてない状態でこれですからね、はい、豆盆栽にはとてもいいかなと思いますね。デショウジョンもね、真っ赤で綺麗ですけど、はい、デショウジョンはあの途中で色が変わってちょっとどそ黒くなりますけど、うん、茜はあの1年通してこんな感じ、うん、じゃあこれ挿し木がついてるかどうか。そうですね、開けてみないとわからないという。ほら、ちゃんと根っこ出てるから。本当だ、そんなとこまで。こうやって取って。よいしょ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 。ね、大事なんでね、そーっといきます。はい、もう葉っぱがね、出る前に本当はね、やらなくちゃいけない作業なんですが、こんな感じですね。洗います。枝が二股になってってとこ刺したみたいだね。はいはい、うん。こんなちっちゃいのは、ちょっとこんなのもありました。いい形ばっかりじゃないんですよね。あの梅雨来たと思ったらカンカン照りになっちゃいましたね。なるほど。やっぱもうちょっと出やすいのと出にくいのってあるから、かわいそうだからちょっとずつでも根っこがあるのは、ポットにあげるのはそんなに難しい話じゃないですからね。うん、もう簡単に、まあ大きいとこで言うとこれか、これね、これ、はい、ね、これ切りますね、このくらい、はい、で、ここで形をある程度取るか取らないか、これ汚いな、うん、この枝どうするかって考えるんですけどね、はい、今切っちゃってもいいですね、うん、ここでね、ここでこの辺で切っとくと、ここから、ここから新しい芽がこの節から出ますのでね。で、こっちもちょっと切りますね。これだろうな。とりあえず今年の作業は、うん、もうそーっと根を、これあの網止めないでいいやつなんで、はいはい、一で売ってます。売ってます。お祭りでも売ってますか。あ、売ってます。マグを少しパラッと入れて、はい、はい、これはね止められないんですよね、結局ね、最初の年っていうのはね。ただこう植えるだけです。固定せずにもう土だけ、うん、固定はちょっとと根っこがないから。これ豆盆栽用の挿し木だから普通もうちょっと大きいとこ刺すと思うんですけど、うん、足で、はい、はい、これで一応今年のあの去年刺したやつの鉢上げ、はい、これがだいたい1年このまま
このまま、はい、置いてで伸びたら買ってで行きますけれども、触るのは来年の春に鉢上げになりますかね。そうするとこう太るしね、こんな感じ、こんだけ葉っぱ出るわけですよ、うん、こういう節々から出るし、はい、こっからも出るし、この節があるとこからほとんどもみじは吹きますから。なるほど、うん、でいらなかったらここを短く切るとか、うんうん、こっちを絞って頭にするとか、いろいろ考えながら1年間切りながらこういう感じになりますね。これ目摘みしてあるんですか？今年の春ですか？今年の春。あ、しましたしました。目摘みしたんで止まってます。ここわかるかな、切った跡があるでしょ、はい、これやっとかないと今こんなになってますから。目摘みだけはね、本当は植え替えもしたかったんですけど怪我しちゃってできなかったんで、もう1ヶ月ぐらいもうグダ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 して、でこれでね、だから今度こうなったら1年後こうなったらこれが豆鉢に入ります。これはもう植え替えできる、はい、で大きくしたければこれを豆鉢に入れないで土鉢に入れたりしてやればこんな感じになるんだけど、うん、これもまだねここが長いから、うん、枝が、うん、作ってる最中なんですよ。この場合豆じゃないんで太らせようかと思って少し大きめにしてますけど、大きさもこれ以上大きくしない、うん、これは、うん、だからもう伸びたら切る伸びたら切るでやってますけど、例えばこれこっち側に芽あるから、はい、これここから芽が出ますからここで切っちゃう、こうやってこれがまっすぐでしょう、はいはい、これが良くないんだけど、これ節がねここにないんですよ、うん、ここにで、よく見てもないのね。で最後ここにある、ここに見えるかな、ここに節があるから、うん、ここまで、うん、ギリギリのところで切らないように、うん、この辺か、切っとく、うん、でこの辺が芽が新芽が出てますから落として、節をだから伸びさせないようにやらなきゃいけない。そうなんです、一回でもサボると節が長くなる。この山もみじなんかだとこんなにビューっていかないんですけど、うん、やっぱ茜はあんまり、うんうん、そこまではね切りたいけど、今切っちゃうとほんとなくなっちゃう。とりあえず、はい、後で、ね、これは後で、で1年後のやつを植え替えですね。そうなんですよ、うん、結局これは全部ポットに、これから後で全部ポットに入れます、うん、これはね入れちゃう、入れちゃう、そっちでやってみましょう。土ここよく離れてくれる、はい、すいません、はい、じゃあこれを1年経つとどうなるか。そんなに根は張ってないですよ、うん、そんなに根は張ってない。洗っちゃった方が早いんで洗います。やっぱちっちゃいポットに入れといた方が伸びないですよ、やっぱりね、うん、葉も大きくならない、うん、大きいの入れたら一発です。でも1年でほら粘りがあるでしょ。粘りできてます、ね、こう、ほら、ここ、はいはい、ほら、1年でこんなに粘りが出るんですよね、うん、ここで切って、こういう状態ね。ここがあるかな、うんと、次は何が合うかな、うん、白かな、やっぱり、うん、色ありますからね、色的にはね、うん、鉢合わせするのに、いろいろ持ってきたんですけど、はい、うん、これは彦三神さんの鉢ね、はい、幾何学模様は珍しいかな、うん、だいたい、いつも風景とか人物が多いよね。でこれは原さん、原止水鉢、はい、でこれは一祖さんね、これも一祖さんですね。もっとちっちゃいのも作ってる、もっとちっちゃいのもありますよ、うん、でこれがね、それ可愛いじゃないですか。これが英語のサインなの、見てG、わかんない、G、ジュ、ジュン、ジュン、ジュンから、あ、じゃあ作家さんもわかんないですか、わかんない。でもすごい鉢だよ、ほら鉢もこれめちゃくちゃ可愛いですよ、しっかりしてるし、うん、いいでしょ。あとはこれも一緒さん、これはスーさん、スーさん、ここにひらがなでスって書いてある、あ、本当だ、スーさん、すすむさんっていう名前なんですけど、この人陶芸家なんだけど、鉢作るときひらがなでスって書いてある。これちょっとねこっち曲がってて面白いから、これ切らないで、はい、切っちゃうと面白みないかな。これ入れてみようか。ちょっと深いけどね。どう？
色的には合うでしょ。なかなかいいと思うね、これ、うん、ね、あとは例えばイッソさんのだと、まあノーマル、ちょっと大きいの、これ大きいんです、大きいんです、これだからこっちも大きいから、もうイッソさんのだったらもうこのサイズ、これでベストかな、ちょっと大きいかなって感じ。もう原さんのもね、原さんのも上品なんでいいんですが、うん、やっぱこれかな面白いね、面白いですね、やっぱ足としてね、ひこ、ね、さんのは、ひこさんのもね浅いのでとってもいいと思う、うん、これいいよな、植えた時の雰囲気が ね、そうするとこれとこれがあれかな、どっちがいいかな、大河君の意見も聞いてみよう、うん、悩みますね。ちょっと ね、全然雰囲気変わるから ね難しいね、鉢合わせがいかに難しいかという話ですよ、うん、何個あってもぴったりくるのを探すのは大変どっちかな、インパクト強すぎるかな、こう縁が、そうですよね、縁が濃すぎるんだよね、うん、このな、もうちょっと薄くね、盆栽的に言えば浅鉢で作った方が、うん、雰囲気的にはいいけど、濃い、なんかちゃんと緑の葉っぱがあった方がいいような気はちょっとしました、うん、そうね、ここちょっと濃いんで、うん、いい本地ですよ。ちなみに大盆栽祭りで豆まち販売してます、はい、今写したのはもう全部ある、あるこれ使っちゃうから、はい、これは木ごと買ってください、はい、網は何でもいいんだよね、はい、はい、1ミリですね、やっぱりね、このサイズだと1ミリじゃないと、に止まりましたね。で、ゴロ土ちょこっとちょこっとちょこっとで、これがね多分こっちが前になるんだろうと思うんだけど、こっちから見た方が可愛いんだよね。まあこの鉢だったら裏表あんまないから丸だしね、どっちでもいいかな。もう一箇所ね、こっちから何も同じだからね、何やっても、まあ、同じなんですけども、初めて見る人もいますからね、こっち引っかかんないからコネで引っかけます、ちょっと止まってれば大丈夫です、うん、お、はい、じゃあこの薄さなんで、これよりもこっちを多めにしないと、この一番細かいやつ、豆盆栽の人が愛用している、これ多めにしないとちょっと無理ですね、うーん、でこういう感じね、はい、一応ちょっとキュッキュッと、まあ、どっちを表にするか、うん、こっち表だと足ないんですよね、私裏の方がいいかなと思って裏を前にしちゃいました、こっち、うん、ちょっと裏です、ね、この枝がもうちょっとしっかりしたらこの辺からね吹く可能性があって、これ切っちゃえばここから吹くんですよ、はい、で吹いたらまた雰囲気変わるんですけど、とりあえず今は残した、今はね可愛いから寂しいじゃないですか、今切っちゃったら、そうですね、うん、もしここで切るんだったら正鉢に入れないでちっちゃい土鉢に入れときます、うん、じゃないと吹きが悪いですからね、順番でいくと1年でこうこうこうとこうなると、こういうわけです、はい、可愛い自分で言ってはなんですけど、うん、茜が好きなんです、茜可愛いですよね、はい、というわけで、はい、はい、今回は、はい、今回は茜の挿し木、挿し木、1年後のやつを鉢焼けしたんだ、そうですね、ということです、はい、こちらは大盆栽祭り販売はこちらの苗木のまんま売ります、はい、あの植え替えが間に合わなくて今年暑くて、はいはいはい、であんまり今植え替える時に葉っぱ取って植え替えちゃうので、そうするとあれなんで苗木のまんまで、うん、このサイズのもみじが織姫とか舞姫とか出生女とか山もみじとかいろいろあるので、うん、それはあの大盆栽祭りでポットのまんまお安く販売します、いや大盆栽祭りそれらのやつ、これだから1年後の方ですよね、そうこっち、うん、だからこれは販売できません、
こっちは1年待ちです。1年待ち。まあ早くて、うん、11月の週末ぐらいには出せるかもしれないけど、こっちですね。だから販売する。安定するまではってことですよね。うん、そうです、はい。商売ですからね。枯れるものを売るわけにはいきませんので、1ヶ月ぐらいはそっとしておかないといけません。はい、というわけで5月の3、4、5大本山祭りに、小野さん出店しますので、まあ、宣伝しなくても、ね、大行列ですけど、はい、ぜひお楽しみにということですね。はい、はい、じゃあありがとうございました。ありがとうございました、はい。